コーナーへと流れが移っています。先頭12番夏一番リードは4分の3馬身、2番手14番グレートマリア差を詰めて残り 400m4 コーナーのカーブ、その外3番手5番ライビートエモーションです。第4コーナーをカーブ直線に向かって内側1番サクセスミナル直線の攻防、先頭は手番12番夏一番、これを捉える勢いで1番サクセスミナル、外から5番ビートエモーションが一気に捉える勢いだ。この3頭の争いから5番ビートエモーション前に出ました。内側1番サクセスミナル激しい一頭と競り合いになった。3番手は12番夏一番2番なんか2頭並んで5番ビートエモーションが最後はランディングより1番1番サクセスミドル、最後182番の夏一番です。今最高峰大きく離れて7番デイン・アルテーシア交流と向かって今入線です。ゴール前接戦となりました。一旦は前に出た5番ビートエモーション、そして内から盛り返した1番サクセスミドル、ゴール前接戦となって際どい体勢。12番夏一番は粘っての3着、タイムは1分56秒8、上がりタイムゴールまでの 800m 52秒1、 600m は39秒2です。いい手応えで一旦は前に出た5番ビートエモーション、しかし内から1番サクセスミドル盛り返す足、これは際どくなったゴール前です。全く馬体が重なってゴールを通過。さあ体勢はどうか、5番ビートエモーションが外か、内は1番サクセスミドルか。5番のビートエモーション、バステイン対今日は最後の競馬藤沢和夫調教師の管理馬、捉えているかどうか。内は1番のサクセスミドル、盛り返してのゴールです。結局写真判定、1着2着は写真判定、店内は5番ビートエモーションと1番サクセスミドル、3着12番の夏一番、4着は16番のシゲルジンベーザン、5着に3番のマディソンテソーロの順番です。1着2着写真判定、写真判定の結果発表、レース確定までしばらくお待ちください。
コートにはスーパーランデフルエールトゥーヘブン4コーナーのカーブ前は固まって2番先頭7番の9番のウィンコナーズが並んでいって4コーナーをカーブ直線へ、そこから7番のレッドモンレール3本広がって、そのちょっとに1番のモンタナアゲート4コーナーの5番のモンゴーリとかエールトゥーヘブンというのに広がって2着を追加。さあ先頭はここで7番のレッドモンレールこれで4戦2勝としました。今日の花のは3区、母はラストグループです。1着7番レッドモンレール、2着5番ゴーゴー豊か、3、4着が写真判定、5着が8番の西のスーベニアです。確定までお待ちください。
Thank you.
調教師、そして15番堀下を出走させる田中清隆調教師、この2名は今月いっぱいでの引退、これが管理は最後の出走ということになります。小倉名です。西からの強い眩しい日差しがスタンドに向かって照りつけます。枠入り進んで4コーナーのポケット、15番堀下最後に収まって係員が離れます。スタートしました。まず内から4番シャンユニバース、わずかに好スタートでしたがまだ広がっています。内から1番メリアリエス、わずかに出るか。制して10番レグローニが出てきました。10番レグローニが先頭になってスタンド前、2番手広がって13番スイートブルーム、16番ガンガンテイン、内に1番メリアリエスが続いていきます。センター、その後からは7番ドーズカルパン、内に3番ウィンミニオン、センターインコース、外には15番フォレスタが続いていきました。中段の一角に7番ドーズカルパン、1コーナーから2コーナーに移ります。先手は10番レグローニが取っています。リードを2馬身取っていきます。2番手インコース、1番のレビアリエス、2コーナーをカーブしていきます。外に13番スリットブルーム、前3頭で向正面へ出ていきました。その後さばらくことで16番ガンガンテイン、それから15番ポリスタ先端外で、内3番ウィンミニョンが並んでいます。1馬身後方、中段に2番のキオラ、7番のローズカルパンが行って5番エイシの浮き板、外は12番キリストラ、中段の差が続いています。中段後方4番のシャイニーリバンス、スーッと外から押して6番レッドリーアウト、押し上げていきました。後方よりに11番ミスカイグラニュー、14番ヒットマシーン、続いて3コーナーカーブ、後方固まって内からは9番のクリオサンシャイン、8番コンピアンスと後方一塊となっています。3コーナー中間1段の展開となっています。前は差がなくなって今度は13番スイートブルーム、わずかに先頭ですが、